V3 に向かって独走態勢に入りたい巨人、そうはさせじと背水の陣のヤクルト。8月28日巨人対ヤクルトの24回戦が満員の神宮球場で行われました。1回の表巨人は早くも2アウトながら満塁と先制のチャンスを迎えます。高野の当たりは不運にもレフト正面、得点には至りません。2回の裏ヤクルトの攻撃、マニュエルに続き杉浦もセンター前ヒット。この間ピッチャー西本の暴投も加わり、ランナー3塁1塁。このチャンスに水谷がうまく弾き返してヤクルト1点を先行します。さらにヤクルト5回の攻撃、デッドボールとフォアボールでランナー2塁1塁。大谷は変わったばかりの浅野からレフト前にヒット、まず1点。続いてバッターは鈴木。鈴木は意表をつくスクイズ。なおもヤクルトは攻撃の手を緩めず、ヒルトンもクリーンヒット。この回一挙4点を挙げ巨人を引き離します。これに対して巨人は7回ようやく疲れの見えてきた鈴木を攻め、ランナー3塁1塁。このチャンスに河野はレフト前にタイムリーヒット、1点を返します。8回には3塁ゴロエラーとヒットでランナー2塁1塁。ここでバッターは柴田。柴田はヤクルト2番手井原からライト線に2塁打、反撃を開始します。続く高田も左中間に三塁打を放ち、その差3点と詰め寄ります。ここでヤクルトは救援に安田を送ります。バッターは800号目前の王。王はあえなく一塁ファールフライ。安田は巨人の誇るクリーンナップ、王張本シピンをわずか7球で切って取る好リリーフ、見事に火消し役を務めます。この後巨人は9回に1点を返したものの及ばず、結局7対5でヤクルトが勝ち V1 に夢をつなぎました。